73回武井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ皆さん、今のこのデジタル社会、まあこのネットで、全てが生活がこれで回ってきてるようなこの生活に皆さんどうですか、ついていってますか。俺はついていってないような気がするんですけどね、でもまあ本当に元を正せば僕らなんかね長年生きてますから、こういうネットが普及される前からテレビなんかでもね、今は地上波っていうね、昔はアナログっていうそのテレビから、地上波にデジタル化に変わるところも、体験してますからね、だからそっからまあもともとそのパソコンとか、そういうネットとかそういうことが世の中にあるっていうのは分かってたけど、そういうので別に自分が直接的にそれにねえ関わるとかいう部分は全くそういう意識はなかったですよ。だから、なんなんやろな、最初そういう SNS とかそういう部分で昔ミクシーいうのあれからなんか始めたような気がするわ、それでまあ昔店やってて、それで従業員募集したりとか、そのミクシーでなんかこう情報の交換とかなんか募集したりとか、そういうところから始めていって、そっからまあで Facebook とかで今じゃこう LINE とかインスタとかまあいろんな SNS の中でもそれ出てきて、ほんでネットの中でもこのインターネットで、それでも今世の中のシステムがなんなんやろね、本当にどんどん時代がこう変わっていって、そういうほんでネット社会で、それを使うことによって生活が向上して国が裕福になってるというか、国民が、すごくスムーズにこれが生活できて、ネット社会のおかげですと、ほんでネットのこう技術が、レベルが高いとかいうのがこれランキングで1位がデンマークなんですって。んで、アメリカは9位で、日本は16位なの。あ、結構日本って下やねんなと。そんでまあ、デンマークがまあ1位なのよ。んで、まあその、よくアンケートであるやんか、幸福感を、我が国民として幸せを感じてるのは、どうですかみたいな。アンケート取ったら、1位がフィンランドで、2位がデンマークなの。おう。ほんで、日本64位やって。だからもう国民自身がなんか幸せを感じてないんやろね。そんでまたこの幸福感を感じるっていうのが2位にデンマークが入ってきて、そしてネット社会でもこれ1位が入ってくる。このデンマークって何なんやろって思ったら、まあ、確かに人口はね、1000万人、いてるかいてへんかぐらいの国のちっちゃな、国なんですが、すごくネットが、ネット社会がすごくうまいことこう潤滑してちゃんと使われてるみたいなんですよ。で、あの国ってなんかこう社会福祉とか、まあ老後とか、そういうのにすごく手厚い国で、それに対して国はすごくお金を使ってるわけ。それで国の予算がね、ギリギリなわけよ。そこでじゃあどうしたかって言ったら、まあネットで全てが終えるように。で、一つのなんか支援なんやら生活なんやらいうなんかアプリみたいなのがあんねんって、そこを、みんな、そこからクリックしていったら、そこのサイトが開かれて、んで、まあ、例えば、ね、教育のことであったりとか、それから、まあ、課税であったりとか、それから、まあ、給付されることとか、源泉のことであったりとか、まあ、いろんな、病院のこととか、医療とか、そういうスポーツ関係とか、なんか、全部のことが、全部1000種類のところが、全部そこから開いて、全部行くようになって、そこで全部手続きができるように、その、ネットを作って、てる国なのよ。で、それをやることによって、150億円ぐらいを削減できるようになって、無駄なお金が。それが、まあ、その福祉の方に使えるようになったという、らしいのよ。だから、なんなんやろね。その、ネットレベルっていうか、その、技術の中で、日本も、そこは先進国であったと思ったんやけど、最初その、
ネット社会を立ち上げていった先駆者となる人のなんか話ちょっともテレビで見たことあるんやけど、最初やっぱりそのネット社会に変えていくにはまず法律を変えていかなあかんかった。それが大変やったと。例えばその教育やったら面と向かって、対面式でないと教育というのはしたらいけないとか、例えば画面を通して今だったらズームとかそういうのは絶対ダメだとか、んで何でも全てで契約であったりとか何でも申し込みだったのは紙面に書いてちゃんと印鑑を押すっていう、この法律のを全部変えていかんとこのネット社会が普及されていって認められないから、じゃあどうしたかって言ったら、その紙とかね、紙幣媒体とかそういう印鑑であったりとか教育は対面でなくてはいけないの横に付属としてネットを使って画面を通してそういう教育を受けるのもそういう方向としては、そして手続きの中でネットの中で、やり取りするのも、OK みたいな付属として置いていって法律をだん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 変えていったみたいなところがあって、そこにちょっとね、日本の、ネット社会っていうのはなんかちょっと遅れをなしてるみたいな感じなんですけど、でも、今ね、ワクチンで、ワクチン接種が3回終わってますって、証明をなんか QR コードで、それで受け取って、ほんで、その証明をもらうわけよ。そしたら、もう店行くにもそれでもう自由に動けるみたいなところも日本もやってんのかな、わからんけど、例えばそれでやることによって個人情報が国にも全部分かられてしまうって、まあだから個人情報が管理されてしまうっていうところにも懸念があるみたいなのよ。んで、例えば、ドイツとかやったら、その個人情報を国に管理されるっていうのはすごく敏感な国なの。なんでかって言ったら、昔そのね、ナチスの時に、ユダヤ人とかの個人情報をすごく、ナチスが管理してた時期があって、それで、まあ、そういうね、ユダヤの人たちをこう、采配してたみたいなんで、なんかこう、国から個人情報を管理されるのはすごい敏感になってて、でもやっぱりこの QR コードとかそういうのを受け取って、国から受け取らないから、個人情報をちゃんとこう、情報をこう、共有していかんと、そういう、ね、許可が得られないみたいなところで、じゃあ、どうしたかって言ったら、例えば、ある国では、薬局とか行ったら、もうワクチンを接種してるっていう、その認証を国に申し込んで、国からそれを、OK です、許可しましたっていう証明が送ってくるわけ。その送ってくるときに、この時に、国の、政府の中の以外のところにサーバーがあって、ほんで、まずは薬局の方からそこに行って、そこで許可しましたっていうところだけを国からもらって、そのサーバーから薬局にその本人に許可したっていうのが送られて、だから国もその個人情報が閲覧できないサーバーを設置してるんやて。それやったら、みたいなところで、だからそういうところではすごくこう、ねえ、日本はちょっと、遅れてるというか、まだ知識不足で、そんなことないでということもあるんだろうけど、でも俺、なんかいろんな手続き、今回の給付金なんかでもね、ネットで申し込んで、ややこしい。ほんで、結局ね、なんか、どこそこに来てくださいって、ほんで、なんかいろんなもん書くわけよ。ほんなこれネットで申し込んだのはなんやねん。これ全部このいかんで済むようにはならへんのかって。だから、あそこがなんか日本というのはなんか遅れてるなっていう感じがしますけどね。まあ、それで、まあ、デンマークの話に戻りますが、選挙でもね、選挙支援サイトみたいなところがあるんですって。ほんで、例えば、それぞれ国民のみんな、若い子たちが、自分の政治に対しての理念を持ってたりとか、僕はこういうふうなことに、関心があるとか、国にこうしてほしいとか、んで、こういう考え方のこの党はおかしいんちゃうかとかって、みんなそれぞれの意見があって、その意見を、その支援サイトのところにこう、全部こう、送り込んでいったら、そんな、そのコンピューターみたいなんで、バーって言って、この党があなたは支持するのが合いますよっていうのが出てくるんだって。ほう。んで、それによって、あ、この党なんや、みたいな。んで、お互い若い子供同士がそういうのを見せたりして、あ、
あなたの考えはこういう考え方なんですか、そうなんですか、みたいな交流がやり取りして、自分自身が政治への関心が高まるっていう、このネットのやり方っていうのは、すごい俺は、すごいやり方やなっていうのが、思うんですよ。で逆にネット社会で閉じこもった中で対面じゃないから自分の意見をとかそういう話し合う機会がどんどん離れていくん違うかっていうと、これ逆なんやね。ネットやこういう社会によって自分の意識がちゃんとこう自分の考え方とかそういうことで国に対してとか、世の中に対して、自分の一つの意見がちゃんと役立っていく関わっていってるんやっていう意識が明確にこうやって見えてくる来るやんね。だからこう自分自身も意識が持って、だから俺はなんかネット社会ってこう孤立した世の中になっていってるように思うけど、逆にこれはみんながそれぞれが、主役になるというか、そういう時代になってきたんちゃうかなって僕は思うんですよ。だから僕こういうね、まあ僕らの世界で言えば地上波でこういうテレビがあったりとか、ラジオがあったりとか、そして今こうやってやってる YouTube であったりとか、で、この YouTube というコンテンツの中で、みんながそれぞれいろんなコメントを言い合ったりとか、個人個人がこうやってこう見たりするとかして、まあテレビとは違って大衆ではないですけど、それぞれの意見をこう言い合えたりとか感じ取ったりするのは、なんかこういうテレビっていうのは一方的な部分でこう発信するけど、こういうYouTube の俺がこうやってる中っていうのは、お互いがこうやり取りできていってる中で、それぞれがみんな見てる側も主役であれるっていうことに、僕は新しいこれは情報源かなと思うんですよ。だから僕自身ね、アナログな人間やけど、もうネットなんかややこしいわみたいなことを言うとられへん本当に、かというでね、なんか時代の最先端をみたいな言うほど俺もそんな敏感ではないんですが、ただ僕が今こういう YouTube とかいうコンテンツの中でこうやってこう発信していることによって、まさにこれはネット社会である、今の時代で、僕らは救われてるなと、ただ一つ自分が心の中では自分が主役でおれるなっていうことが、感じました、だから本当にね、もっとこうどうだろう、スムーズに物事が運んでいくために便利なものはどんどん作っていった方がいいん違うかなと思います。ほんで古いものは古いもんでもこう大事にしていかないかんもんがあるけど、でもやっぱり、そういうのは時代はどん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 こう変えていかないかんのちゃうかなっていうのがね、まあだから僕がこうやってるね、まあ YouTube のこの、発信も本当にテレビぐらいのコンテンツというか、一つの社会としての発信する側もちゃんと責任を持ってやらないといけない時代になってきたん違うかなと思います。それに対していろいろこうコメントを入れてきたりすることに対してもすごく責任を持ってやっていかないかんと思う。で、まあでも好きなことをこう言えて、好きなことをこっちも発信できて、ただそこにいろんなルールがこうできてくると思うんですよ。でね、俺前も言ったけど、よく国際ロマンス詐欺とかであんなんで、ようボン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 インスタとかにコメントがどん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 入ってくる。そんなもん俺は引っかかれへんよね。でもね、引っかかってる人とかのなんかあるよね。あんねんね。ほんで、ああいうね、どなん言うかな、マッチングアプリとかに、そういうのが潜んでて、それで、お互い、あ、おかってて、実はこいつ国際ロマンス詐欺やったっていうやつもおるわけよ。そういうネットのやり取りして、で、そういう無駄な、ちょっと本当に迷惑やっていう、こういうことをどん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 こう出してきてる、送ってきてるやつを取り締まることってできないんかなと。そのネット社会の中で、ね、なんかこう、ネットパトロールみたいながあって、そういうやつをガツンとこう、捕まえてね、で元をたどして、ほんで絶対に、そういうところに、俺らみたいなところにこう送ってこれないように、なんかそんなできへんのかな。おう、すごく、大したことはないんやけど、
せやけど、どん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 送られてくることによって、もう腹立ってきて、どんどんもう削除していくのよ。な、削除していって、普通にコメントをくれてる人も削除してしまうことも何回かあんのよ。こういう迷惑もあんのよ。おう、だからもう、なんだやろな、そういうので、すぐにパンと分かって、なんかで、ブロックパンとできるような、なんかそういうので、できへんかな。俺だけとちゃうと思うで、いろんなことで大変な思いしてこうやっててね。ほんで、こういうネット社会で、こうなんかのコメントとか、なんかの、まあ、例えば LINE とかでもそうやし、そういうインスタで自分が上げたことに対して何か、そのネットの中でやり取りですごく生活の一部として楽しみにしてたりすることってあるやんか。みんなもそうやと思うねん。今のこの時代。だから俺はこのネット社会っていうのは、すごく、生活を豊かに逆にしてるところも、このコロナ禍の中で、そういうところもどんどんなっていってるの違うかと思うのよ。だからこそね、あーったって、その、国際ロマンス詐欺とか、ようわけわからん、何やらの勧誘とかお金、副業がどうたらこうたらとか、そんなんだけが、ね、15件ぐらい入っとったね。俺にはこんなんしかおらんのかっていう落ち込みがね、気持ちがこうストンと落ちたりすんのよ。なんなんやっていう。いや、俺以外絶対あると思うよ。それだけでも俺は犯罪やと思うよ。おう、そうやって送ってくるやつ。ほんでね、こいつらは何やねんってほんまに、なんか、虚しくなれへんのかとか。おう、だから、そういう日本のネットの社会もそういうのをガツンとこう取り締まってなんかこうできないようにできへんかなと、なんか全部が全部そのね、福祉のことであったりこういう給付金のことであったりとかそのサイトのことでこうネットのやり取りで全部後手後手でなんか、ほんで誹謗中傷のことでも、なんかそういう、なんか国の中心となる、政府の人がよく分かってないみたいなところが、すごくちょっと国としては、やっぱり、16位なんやろなと。んで幸福感を感じるので64位なんやろなというのが、なんかよく分かるような気がします。